スズキを狙ってルアー釣りをしてみようかな。これがね、中国の怪しい通販サイトテムで買ったね、2300円ぐらいで買えたんですけど、ギンギラギンでしょ。これね、そのおかっぱりで一番信頼している新編、トップウォーターみたいに水面をクイ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 って泳いでくるんですけど、一回トゥイッチ入れると重りの位置が変わって、ちゃんと1個下のレンジに入って、それの使い分けで、すげえよく釣れるんですよね。あ、来た！ラスト新編のアドバイスありがとう。これは釣り上げたい。よいしょよいしょ。わあ、釣れた。皆さんありがとう。チャンネル登録お願いします。いやー、金色のリール、今日も坊主のが出てきました。イエーイ。土茶濁りのゲリラ豪雨の水の中から魚を引っ張ってくることができました。金色のリールの飛距離のおかげだぜ。はい、じゃあ逃がします。ありがとう。ザブラのシステムミノ、スライドスイムミノ120っていう新編。